友達の荒木優子ちゃんがお土産で買ってきてくれました。ミラーになってます。今一番のお気に入りのサングラスです。顔を小さくするために日々頑張ってます。猫耳カチューシャです。皆さんこんにちは、谷マリアです。今日はですね、私の普段使っているバッグの中身を紹介していきたいと思います。まずバッグなんですけど、今日はですねお洋服がブラックでシンプルだったので、いつもお気に入りのモノグラムのルイ・ヴィトンさんのバニティバッグを持ってきました。このバニティバッグも結構使ってるんですけど、たくさん入るし、自分用にこのリボンを巻いたりなんかして遊んだりしながら長い期間持ってます。この隣にあるタンブラーなんですけど、皆さん見えますか？ここにクマさんがいるんです。韓国のバレンタインシーズンの限定のタンブラーなんですけど、ネットで見かけて絶対欲しいと思って、ちょうどそのタイミングで韓国に行くお友達がいたので買ってきてもらいました。この子はいつも現場に持ってって、プロテインをお家で作って持ってったりとか、コーヒーとか入れて、一日お仕事が長い日もあるんで飲みながら機嫌を良くして頑張ってます。じゃあバッグの中を紹介していきたいと思います。このバッグは結構入るのでたっぷり入ってますよ。じゃあまず上にあるものから紹介していきたいと思います。はい、まずは携帯。この携帯ケースはボナペンチュラさんのでノート式になってます。ピンクが好きなのでピンクのカラーを使ってます。じゃん、サングラス。私サングラスが好きなんですけど、今一番のお気に入りのサングラスです。これは DMY Studioさんのです。今海外でも流行ってるらしくて、海外のセレブとかもつけてるって聞いて試してみてます。続いては、はい、マイメロちゃんのポーチなんですけど、この中に何が入ってるかと言いますと、じゃん、これ携帯のスタンドっていうんですかね、こう折りたたみになってて、新幹線の移動とかそれこそ現場での待ち時間にここに携帯を置いて、映像を見たりとかして、こういう感じで休憩してます。これは結構持ち歩いてます。この折りたたみができるのがすごい便利で、そんなに重くないんで持ってます。マイメロちゃんを見ると癒されるので、マイメロちゃんグッズが多分この中にまだ入ってると思います。次はじゃん、猫耳カチューシャです。かわいい、気分を上げたい時っていうか、お家とかだったら顔洗う時とかに使ってるんですけど、ちょっと持ってきてみました。猫です。で、次はアクセサリーポーチ、ね、アクセサリーがつけるのすごい好きなんで、自分でいつもつけて違うのも入れたりしてるんですけど、今日はこの中にはティファニーさんのが入ってます。これはお気に入りですね。で、現場でジュエリー外すことも多いんで、この中に入れてバッグの中に入れてます。続いては、はい、エアポッツ。これ今ケースを何にしようかずっと迷っちゃってて、この裸の状態なんですけど、いつかケースつけたいと思います。誰のか分かんなくなっちゃうから。あ、これは所ジョージさんにいただいたメガネ拭きなんですけど、そう、これ本当に汚れが取れるんですよ。入れ物も可愛いし、バッグの中に入れてるんですけど、ところっていう文字が書いてある。ところさんってね、現場でお会いすると毎回ボールペンだったりとか何かしらところさんグッズをくれて、すごい優しくて、チャーミングって言ったら失礼かもですけど、優しいお方です。可愛い。はい、財布です。財布はシャネルさんのを使ってるんですけど、プライベートとかも含めてやっぱり小さいバッグを持つことが多いんで、財布もどん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 ミニマムになってって、このサイズになってしまいました。可愛いです。私甘いものがすごい好きなので、お菓子をいつも入れてるんですけど、じゃん、森永さんのハンディスイーツ。いろんな味があるんですけど、今日は白いダース、皆さんご存知のダースがスティック状になってるんですよ。手を汚さずに食べれるっていうのが便利なので、いつも一本持ち歩いてます。後で食べます。汗拭きシート、これも入れて現場とかで使ってますね。これはヘアクリップかな。じゃん、ファンの子がくれました。宝物です。
毎日入れてて、これを見るとなんか、あ、ファンの子が応援してくれてるんだな、頑張ろうと思っていつもバッグに入れてます。そしてこのバッグから実はもう一個バッグが出てくるんですけど、じゃん、マトリオシカみたいになってるんですけど、ミニミニバージョン、これは化粧ポーチになってます。可愛くないですか。もうこれだけで持つのもすごい可愛いんですけど、今日はバックインバックっていうことで化粧ポーチになってるんですけど、まあ、まずはあの私の好きなマイメロディーちゃん、これは友達の荒木優子ちゃんが最近サンリオピューオーランドに行ったらしくて、お土産で買ってきてくれました。ミラーになってます。かわいい、ゆうちゃんありがとう。でリップクリーム、これは結構長年使ってますね。リーファー、顔を小さくするために日々頑張ってます。でここの先端でここら辺をしたりして頑張ってます。美は一日にしてならずかなって思います。でこれは韓国に行った時にお土産でもらったハンドクリーム、ハンドクリームです。ピンク、これはアイシャドウなんですけど、トム・フォードさんのアイシャドウで、ピンク系というか、私普段イッテ Q の撮影の時ロケは自分メイクなんですけど、基本的にこれで血色を出して1日ハードなロケを頑張ってます。これはメイクさんが使っててすごい可愛いと思って買ったんですけど、まあ一番のお気に入りのアイシャドウです。これはセフィーヌさんのクリエーションコンシーラー、コンシーラーはやっぱり一つ入れとくと安心するので、コンパクトサイズのこれを入れてます。そしてじゃん、プラダさんから出たリップです。1本がねリップバームになってて、これでケアして、私が持ち歩いてるのはこういうピンクのカラーですね。モノクローム SM ウェイトレスリップカラー P158 番、これが今お気に入りのピンクでバッグの中に入れてます。入れ物も可愛いです。あとそうだ、これヘアメイクさんからいただいたセリーヌさんのクリップです。これもちょっとまとめるときに使うので入れてます。はい、以上で私のバッグの中身をご紹介したんですけど、ポイントは自分の気分が上がることです。やっぱりこのお菓子にしても、まあ、好きなカラーのピンクのものが多いのもやっぱり一日頑張るときに自分のモチベーションに上がるかなっていうものを、まあ、これまで入っちゃってますからね。はい、どんな時も笑顔で入れるように工夫をしているつもりのバッグの中身です。参考にしていただけたらいいな、嬉しいなって思います。では皆さんぜひ紙面もご覧ください。ありがとうございました。